今日はウェクワックスのレベル7をどう着るかというコーディネートの動画です。今日はレベル7。そう、今日はレベル7、うん、この前はレベル3、はい、だったから今回はレベル7、うん、でまた前回と同じく、うん、これをどう着るのかっていう動画、はい、うん、まあ、物の説明は、うん、まあ、他で見てくださいと。もう多分だいぶ出てるだろうしね。だいぶ出てると思う、うん、でだけどさ、服好きな人だったら、うん、なんかまあ持っててもいいし、あのこれ結構やっぱ便利だしね、はい、うん、洗えるしね。そう、うん、あのなんかさ、いろいろ言われてんだけど、これなんか偽物がどうとか本物だとかあと ね黒はシカゴ警察別注だとかいろいろあるじゃん。あるね、もう噂なのか本当なのか、そうよく分からんと、うん、もうそんなのはどうでもいい、うん、で、あのもうこれ言いたいのは、まあ、撥水なんだよね、まず、うん、撥水がちゃんとついてる、はい、まあ、その本物か偽物かによってなんか違うらしいんだけど、うん、でもまあ俺のやつは撥水ついてるから、うん、撥水 で、あとこの中綿がプリマロフト、うん、でこれはまあダウンの8倍あったかいって言われてる中綿素材だね。8倍ね、うん、だけど実際着ると8倍もあったかくない、うん、そうだね、うん、あ、正直ね、うん、でそれよりもメリットとしてはやっぱ洗える、うん、で軽い、うん、あとそのダウンみたいに毛の吹き出しがしない。あ、だからニットとか着てて、うん、こういうさ黒のニットとか着て、うん、これ上から着てもあの毛がついたりとか白いの、ね、のがついたりとかっていうのはない、うん、で洗ってもすぐ乾く、はい、うん、そこがもうやっぱいいよね、うん、あの結構タフに使える、うん、っていうのが、まあ、まずいいよね。これは単純にデザインもかっこいいよね。そう、デザインかっこいい、うん、でデザインもかっこいいし、その着た雰囲気も、うん、あの結構やっぱりねかっこいいから、かっこいい、うん、それを、まあ、そういうかっこいいアウターとして、うん、あの捉えて、はい、でどう着るかっていうのを、うん、今日お見せできたらな、はい、うん、と思います。これ一つ目、はい、レベル7の、うん、もうオーソドックスなレベル7ですね、はいはい、を着た感じ、うん、だいぶ大人っぽくまとめたね。そう、いやこれさ、うん、その結構ブルゾンで、うん、あの中綿のブルゾンじゃん、はい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 、普通に着ると、うん、超ドカジュアルな感じになっちゃうんだよそうだね、うん、でラフな感じに見えちゃうじゃん、うん、だからそういう着方じゃなくて、俺はちょっとどちらかというと大人な感じ で、うん、でなおかつ綺麗な感じにまとめたら、うん、こういう風にかっこよくなんかこう着れた方が、はい、まあ、人とも差別化できるし、そうだね、あのいいのかなと思って、うん、まあ、俺なりにアレンジした感じ、はい、うん、なんかこういう着方もありかな、うん、いいね。そう、なんか大人なんだけど、なんかこの機能性重視したミリタリーウェアを、うん、あの1枚取り入れてるっていう。なるほどね、うん、もうね、いいでしょ。いい、こう綺麗な格好した時にもいいね。なんかそのパンツに合わせる発想は俺にはなかったかな、この淡い色にして、ね、うん、そう、これはね、ちょっとこれはチャレンジングな感じだけど、あ、でもなんかまあまとまってんじゃないかなと思って。いいね、うん、かっこいい。そうで、あったかいしさ、軽いし、うん、うん、だからすごく着やすいな。軽いの大事だからね、うん、大事、うん、冬ってやっぱね、なんか重たくなりがちだもんね。そう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 、ウールのね、コートとかさ、うん、ね、そういうのに比べたら全然ね、うん、で雨とかもね、うん、気にならないし、こういう着方ができるよと、はい、じゃあ次、はい、はい、黒、はい、これはさ、うん、そうだね、黒こいつはあれなんだよ、このさっき着たやつのね、うん、レベル7のこれ黒バージョンなんだけど、うん、去年に俺初めて古着屋でこの黒を見たわけよ、はいはいはい、そしたらその古着屋さんがシカゴ警察の別注で黒があるらしいんですよ、黒かかってて、俺もう黒があるんだと思って、うん、黒があったら欲しいなと思ってたよ。まあ思うよね。思うじゃん。うん、思う。で、これは買ったんだけど、はい、
ないらしいんだよね。まあないんだろうね。わかんないけど。ね。うん、本当のことは。まあでも多分ないね。ね。でもさ、うん、去年はもう本当にそのシカゴ警察別注みたいな感じで、うん、結構いろんなところでね、本当に有名な古着屋さんとかも出してたし。うん、そうだね。うん。だからまあちょっとどういうことなのかよくわかんないんだけど、うん、とりあえず黒かっこよくないって。いや、かっこいいんだよ。ね。うん。もうそれでいいかなって思う。うん、それでいいと思う。うん、で、さ、これ中がプリマロフトだよ。うん。ね。あったかいし。あったかいしね。うん。今もう本当室内だからめちゃくちゃ俺暑い、うん、でまあ、あの冬は本当こういうもうベーシックなニット着て、うんうん、でまあスラックスにこれとかっていう感じで合わせるんだけど、うん、まあ、なんかすごい合わせやすいし、合わせやすいね、うん、黒はね、なんかかっこいいし、このデザインで黒だったら、いや黒の方が単純にかっこいいと思うし、絶対ね、ああ着やすいしね、ああ、うん、まあ、なんかそういうね、便利だなと思うし、うんうん、これはそんな感じで俺はいつも着てる、うん、そうだね、なので今年もこれは着ます。はい、はい、じゃあ次、はい、はい、これは PCU の、ね、モンスターパーカーって言われてるやつ、うん、レベル7だけどこれはモンスターパーカーって言われてるやつ。暑そうだね。だからむちゃくちゃ今は暑いでもっていうことは冬は暖かいってことだよ。そうだね、うん、でもこれはね、ほんとね、ちょっとね、着られる時期は限られるかな、うん、本当にその寒い、まあ12月末とか、まあ、1月の後半とかさ、なんかめっちゃ寒くなる時期あるじゃん、うんうんうん、2月の頭とか、うんうん、ああいう時はもうほんとこれいい、あ軽くあのニットとか、うん、ロンティーとかの上からもうこれガバッと、ロンティーでいけちゃう、全然いける、うん、で、もうあったかい、結構で、まあマフラーとかね、だけどこうしちゃえば、うん、かなりあったかい。サグでサイズいくつ着てんの？それ。これ今 L。あ、L なんだ。俺は結構これはもう本当大きめで着たかったから、L を。いいじゃん。うん、なんかサスクワッチっぽいけどね、ちょっと。ああ、なんかこういうの出てるよね。あるよね、うん。めっちゃでかいやつ。でもなんかまあ、こういうアイテムだから、ちょっとやっぱ、プールの、はいはい、ちょっと品のいいパンツを合わせたんだけど、うんうん、俺は。まあ、こんな感じで着てるかな。うん、いいね。うん、軽いよ、でもこんなにオーバーサイズで大きいコートなのにすごく軽い、うん、いいじゃんから、まあ、そういう部分ではすごくいい、うんうん、これマジックテープもあるからね、簡単にこうマジックテープで止めて、はいはいはい、ちょっと毛足の長いニットとかやめた方がいいかも、あのマジックテープがくっついちゃって、そうだね、うん、そういうとこはちょっとケアした方がいい、うん、こういう感じ、あ、なんかその感じいいな、開けた感じいい、うんうん、かっこいい、まあ、こんな感じで着てますよと、うん、なんかだからすごい使えるあのアウターだから、うん、でまあ値段もね、その探せば結構リーズナブルに買えたりするよね、あ、うん、そうだね、あのレベル7 の、 その、ね、うん、最初着た2つ黒と、はい、もう1個あのオリーブの方は、うん、まあ、ね、2万円台とかでね、全然買えると思う、全然買えると思うしね、うん、まあ、状態とかもね、いろいろあるから、そうだね、うん、そこはあれだけど、うん、でもそのぐらいで買えちゃうからね、うんうん、なんか俺は夏に買うのがおすすめかなと思ったけど、本当はね、そうね、うん、まあ、夏にでも、まあ、なかなかね難しいからでも今ぐらいにもう買っちゃえばいいんじゃないかなと思います。そうだね、また寒くなっちゃうと値段上がってくるから、うん、そう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 ね、でも使えるアウターだから、うん、なんか何かしら持っといても使えるんじゃないかなと。そうだね、うん、まあ、なんかこんな感じの着方で俺はなんか俺なりに着てますと、はい、うん、いう感じです。はい、はい、でした。でした。